これ何すか？怖いって。怖い。サイドイン。何試合目ですか？え、チロルズ何ですか？なんだっけ？なんか。なんか。4ぐらいじゃない？下すぎ4は。わかん、全然わかんない。4ぐらいでしょ、ここ。レフトがユウヤさん、ライトがダーポンさん、レフトバックが佐藤さん。大丈夫大丈夫。佐藤さん、ライトバックがミスズです。で、アイさんとナエです。です。昨日は荒れました。盛り上がってましたね。楽しかった飲み会。アイさん昨日マジ元気です、うん、なんであんな元気なの。めっちゃ飲ませてめっちゃ飲ませてた。しかも最初の方シラフやったけんやつ。全然飲まんで、あのテンションやけすごいやろ。マジ場の空気にこれ。そうそう、酔えるタイプ。ズームここよ。これ何音よ。決まったで。点数勝った。ゆうやさん娘サードすごいな。佐藤の手足もガングロですね。ゆうや声やね。そんなですか。ミスズも黒いやん。カップ入っとって。手めっちゃ焼けます。手の甲だけめっちゃ焼けるよね。足の甲だけ、はい、やばい。サンダル履いたらちょっと大変なことになるけど、履くけどね。トレンカもやばいことになりますね。最近あの前だけじゃなくて後ろもちょっと焼け跡がちらりと見え始めた。始めた夏2014。あ、ちょっとまだチームワークが向こうなってないですね。あれじゃない、やっぱなんかあるんじゃない。なんかちょっとキュンキュンするよ。何かが起こる。年上の先輩キャーみたいな。そういう感じじゃないの。もう2枚ブロックですけど、ゆうやさん決めました。余裕です。いや、もうあの男の子たちも必死よ。もうめっちゃ必死でしたよね。女の子にいい格好を見せようと必死です。失礼。何かが起きます。夏2014夏スタートみたいな。ほら、もう秋です。映った今。あ、はい。いやー、映っちゃったよ。出れるな。123って懐かしいね。中学校は123って言った気がするの。言ってますね。みんな。やっぱ若いわ。前髪はちょんって噴水のように。噴水のように結ぶ感じとかも超懐かしい。やってた私も。サザエさんだよね。サザエさん。やってたわでも。1と3って言ってない？はい、言ってます。すいませんって言うとやっぱ先輩やん。なんかあるぞ。どっちが好きなんかな。もうゆうや、ただちょっと もう何も見せ場がないから、とりあえず真ん中に集まってるところとか全然。ミスズのサーブ取ろうと思って。下手い。え、今日超やってないでしょ。やってみたい、やってみたい。ほんと、そんな下手いと。マジで下手い。でもさ、これさダメやな。あ、今ゆうやさんさ、落ちちゃった。ナイスアレー。
ゆうやさん、ナイサーでーす。さっきの撮った。ゆうやさん、ナイサーでーす。おー、ナイサー。決まりました。あ、そう。写真。アイさんとリリコ、撮影に苦戦しております。オーナイスキたち向こうで試合が終わったみたいです。多分勝ったっぽいです。ゆうやさん来ます。ナイスのクイーン。第6高校6試合目スーパーハンズのチームの方、試合を始めますのでコートに集合してください。ありました。え、何対何ですか？21対4らしいです。いや、はい、終わります。こちらリリコ。